栃木県宇都宮市にあります栃木県グリーンスタジアムです。明治安田生命 J2 リーグ第15節、ホーム栃木 SC が FC 町田ゼルビアを迎えて対戦します。快晴です。今朝まで少し風が強く吹いていたんですが、現在は収まっているようです。さて、栃木 SC は岡崎選手、ヘニキ選手、久富選手、さらには今日欠場ですが服部選手が相次いで J リーグ通算100試合出場を達成しました。ではフォーメーション交えてメンバーをご紹介します。栃木は 3-4-2-1 という形。さあ、ディフェンスラインが急増の3人ということで、これがどうなるか一つのポイントです。FC 松田ゼルビアフォーメーションでご紹介します。 4-4-2、 今日は吉浜、杉森という2列目になりますが、ゲームに応じて、状況に応じて入れ替わることになると思います。レオンに弾く、ただまだ残っている。直接シュートは打ってきました杉森。もう一回奥山から前へ、お、直接シュートを狙っていったような感じになりました。レオに対応です。ヘニキ、西矢、ペチュニク、生かす、大黒がファーにいる、お、来た、いるわね、大黒も分かってる。大黒、中2枚上がってきた。そして和田スルーして西矢のシュートー、弾く、ただまだエリアの中。和田がスルーをして今西矢の左足でした。いや、今のはいいゴールだった。ったね、大黒がこう上がってくるのを待って、はい、無理しないでね。大黒のパスも実はこう非常にこうシンプルですけど効いてましたよ。鈴木です。ファイ、ヘディング左でした。初めての決定的なシーンでした。吉浜のヘディングでした。今最初は少し後ろに流れながら、吉浜この瞬間にスッと前に入ってますよね。はい、ここでどういう、こういうのを先ほどあればよかった。そうですね、まずペチュニックをターゲットにします。おー、体勢崩しながら生かした。そして大黒、西矢がもう走っている逆サイド、久富から前、ヘニキを走らせます。で、ゴール前に2人、1人投げ倒して、4人入ってきている。岡崎からふわっと浮かせる、ペチュニック投げた、シュートは上でした。ヘディングではなくてボレーで行ったんですが、上に行ってしまいました。岡崎だよね、でも見えてるよね、岡崎、やっぱりダイレクトでもう、あそこ見えてるからワンタッチで蹴るんですけど、正確、この後戻ってきたボール、この時に多分見てるんですよ、中でね、はい、で、じゃあ走り込むな、ペチュニックなと思ってるんで、ここをダイレクトする、ここポン、まあ、去年まで J3 で2年間本当に苦しい戦いをしていて、やっと戻ってきたというこの J2 の舞台ですが、西矢から大黒だ、どうか、うわ、また福井の好セーブ、決定的でした。うわ、止めたね、これバブンスキーが今ゴールの前にいます。ロメロフランクからクロス、危ない、ボールだ、今ずいぶん簡単にロメロクロス上げられたような感じがするんですが、そうです、ちょっとなんかブロックされたみたいになっちゃったんですよ ね、少しこう投球的には危なかったですね、今ね、かろうじて今クリアをしました。あー、さあ、コーナーキックです。平戸のコーナーキックです。町田盛り上がるところ、中央に行った、ヘディングシュートは上でした、わずかに上、最後は大谷だったでしょうか。牛の浜の今ディフェンスでした。しかし奥山から前、バブンスキーヒールで出す、鈴木、コーナーキックになるか、今隅を狙ってきました。レオネ的には今上が怖いんで、上準備してたら下に来たんで慌てて足出したんですが、あそこもね出ないケースもあるんですよ、足が上ばっか読んでると、直線的なボールがいった、田代ターゲット、
そのセカンドはどっちが拾うかですが、ここで試合終了です。0対0戦ったな両チームとも。栃木はこれで5勝5分け5敗、勝ち点20、町田は7勝5分け3敗、勝ち点26ということになりました。